グリップ自体も短く持ってもらって、だいたいこの真ん中ぐらいで持っていただいて、少しこの自分の左足の横ぐらいにグリップが来るようにして、自分の体にグリップがなるべく当たらないようにスイングをして振っていくと。ああ、うん、こういう練習していくとハンドファーストで打てて、そうですね、ちゃんとこの番手通りの飛距離が出るようになるっていうことですね。はい、はいはい、今回もお悩み相談ということで、はい、番手が変わっても飛距離が変わりませんという方が結構いらっしゃいまして、はいまあ、ピッチングを使っても7番を使っても、はい、なぜか距離があんまり変わらないと、はい、これなんでですかね。まあ多分いろんな原因もあるとは思うんですけど、はい、基本的にはやっぱロフトでゴルフのその距離って変わってくるので、そのロフトがおそらく変わらなくなってるんじゃないかなっていうところが、はい、要はハンドファーストで打ててないっていうこと、そうですね、はい、なのかなと思うんですけど、が多分あると思います、うん、はい、じゃあちょっと参考までに、うん、まあ、番手ごとにどういったこの球筋の違いがあるかっていうのをちょっと酒井プロにちょっと見せていただきたいなと思います、はい、ピッチングですね、まず、はい、ピッチングです。うわー高い、見えましたかね、今すごい多分高い打点で行きましたけど、はい、ピッチングで今150ぐらいですね。そうですね、じゃあ8番アイアンでいきます。8番、はい、おお、ちょっと球筋低かったのが分かるんでしょうか。そうですね、はい、うん、おお、だいたい170ぐらいと、はい、ぐらいな感じです。あ、そうですね、2番手上、はい、っていうことなんで20ヤードぐらい上っていうことですよね。そうですね。おお、じゃあ次は6番6番ですね、はい、ちょっとね、あのプロなんで球が高いんですけど、そうですね、若干ちょっと今当たりが、あ、でも180ぐらいと、まあ、180ちょっとぐらい、190、まあ、我々であればね、うん、こんなに多分高い球にはならないと思うので、はい、もっとこうこの差があるとは思うんですけど、そうですね、まあ、飛距離はね、はい、こう分かりましたということで、はい、まあ、今ねやっぱり飛距離も全然違いますし、はい、やっぱりハンドファーストでしっかりロフト通りというかロフトを立てて打てたっていうことなんですけど、うん、そうですね、はい、まあ、変わらない方は番手が大きくなっても寝ちゃって打ってるっていうことなんですけど、そうですね、はい、これどうやったらちゃんとこうハンドファーストで打てますかね。練習方法としてハンドレートになってしまっている方っていうのは、はい、まあ、要はこういう形になってしまってるんですよね、はいはい、それを少しまあこのグリップ自体も短く持ってもらって、だいたいこの真ん中ぐらいで持っていただいて、少しこの自分の左足の横ぐらいにグリップが来るようにして、自分の体にグリップがなるべく当たらないようにスイングをして振っていくと。そうすると、はい、ハンドファーストになるわけですね、はい、強制的にもハンドファーストになってくる。これがハンドレートの方っていうのはおそらくこれがボンダー当たってきてしまう、こういうことですよね、はい、そうです。これがなるべく当たらないようにして、で最後にクラブがこう立ってくるようになってくると、このクラブのローテーションっていうところも使えてくるので、そう、これおそらくローテーションをしようと意識しすぎて多分この辺になってきてしまうので、当たりましたってフォローでしっかりこのクラブが立ってくればローテーションっていうところは使えてくるので、あ、なんか、はい、でもこの形、あの上級者のプロの、はい、最後ですよね、この感じ。そうですそうです、はい、これ実際ボール打ってもいいですか。そうですね、クラブも少し長めに持っていただいていいの で若干このグリップの下ぐらいでいいので、少し意識的にドンってこうやって、まあ球はおそらく普通のように飛ばないとは思うんですけど、意識的に低くこうボールが出てくると思うんですね。今これ6番アイアンなんですけど、ピッチングぐらいでやってみましょうか。少し意識的にやってあげると、少し低くこうボールを押していくような感じになってくると思うんですね。こういう感じ、はいはいはい、変にその頭を残すとかっていうのを考えなくていいので、少し左に行っちゃっていいですから。そう。ナイスです。前でこう押してる感じがしますね。はい。うん、そうです。ちゃんとロフトが立って当たってるっていう感じが分かりますね。はい、これは6番ですね。はい、そうです。うん、確かに弾道も、まあ、6番ですからさっきより低いですね。はい、
そうです。こういう練習していくとハンドファーストで打てて、そうですね、ちゃんとこの番手通りの飛距離が出るようになるっていうことですね、はいはい、だんだんこれですね、これで慣れていったら、そうですね、ちょっとずつ狭くして最終的にはもう普通上通りに来ていただいて、そうやってあげると低く低くこうボールが、そうです、ああ、こうやってだんだん近づけて、はい、最後はまあ普通にそうですね、握っていただいてギュンと、うん、いい球ですね、あ、はい、しっかり番手通り出るということですね、はい、そうです。じゃあちょっと最後に一発お願いします、はいはい、じゃあちょっと8番ぐらいで、意識はなるべく左足の前ぐらいに来ていただく、うん、極端な話このぐらいでもいいですよ、うん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 、お家でねスペースない方はそうですね、このぐらいでもいいですね、そうですね、家具があってもこれぐらいだったら多分大丈夫だと思うんで、あ、はい、ここを意識して最後この形に持ってってあげるといきますね、うん、低く抑えられた球になってくるのね、はい、ぜひ試してみてください、はい、ありがとうございます、ありがとうございました。今日も動画最後までご覧いただきありがとうございます。今ゴルファゴのメルマガ登録者さん限定でスコア100切りのためのラウンド攻略ガイドブックプレゼントしております。無料で登録するだけですぐご覧になれて、スコア100切りのための要素がたくさん詰まってますので、ぜひダウンロードしていただいてスコアアップに役立ててみてください。